皆さんこんにちは。動物たちの性質や能力について知れば知るほど、私たちの驚きは大きくなり、動物たちを称賛せずにはいられなくなります。アメリカ、ミネソタ州に住む生物学者で生態学者のケイティ・ラバルベラさんは、小さな頃から動物が大好きで、困っている動物を見るといつも救いの手を差し伸べています。ある時、彼女は庭で衰弱した様子のリスを見かけました。気の毒に思った彼女は、持っていた食べ物を少し与えました。その数週間後、ケイティさんは隣人がなかなかかからないエンジンをかけようと苦労しているのを見かけました。ステイホームにより、彼はしばらく車を使っていなかったのです。ケイティさんは隣人に声をかけ、手伝いを申し出ました。エンジンを調べようということになって、一緒にボンネットを開けると、二人は唖然としてしまいました。エンジンルームには松の枝をたくさん敷き詰めた巣があり、そこには4匹の小さなリスが動き回っていたのです。そして、この巣を作った母親リスは、あの日ケイティさんが自宅の庭で助けたリスだったのです。ケイティさんはボンネットを閉め、隣人に提案しました。この場合、一番の解決策は、あと1ヶ月車の使用を控えることです。しかし、隣人は困ってしまいました。彼が仕事に行くためには車がどうしても必要です。それを聞くと、ケイティさんは自宅から箱を持ってきて、そこにリスの赤ちゃんを移し始めました。幸いなことに、すぐ近くの木に母親リスが来ていました。ケイティさんは赤ちゃんたちを入れた箱をその木の近くに置きました。すると、母親リスはすぐに箱に駆けつけ、赤ちゃんリスを一匹ずつ新しい巣に運び始めました。リスの赤ちゃんたちは無事にお母さんに再会できたのです。今度はアメリカ・ノースダコタ州での出来事です。ビル・フィッシャーさんが4日間の出張を終えて帰宅すると、家では大きなサプライズが待っていました。彼が不在の間に、リスが近くの木から集めた大量のクルミを隠すことにし、その隠し場所として彼の車を選んだのでした。フィッシャーさんは話します。クルミの木のそばには他にも何台もの車が止まっているのですが、リスはいつも私の車を選びます。あの時は私はわざとクルミの木から離れた場所に車を置いておいたのに、それでもリスは私のシボレーを見つけて、そこにナッツを隠すのです。この時は車のボンネットの下には70キログラムものナッツが隠されていました。しかし、なぜリスはフィッシャーさんの車を選ぶのでしょうか。彼はこれは車の構造上、エンジンルームに入りやすくなっているためだと考えています。経験上、フィッシャーさんはナッツシーズンが終わるのを待ってからエンジンルームの大掃除をするつもりです。彼は話します。私が車からナッツを取り出していると、リスは遠くから不満げにじっとこっちを見てきます。イスタンブールに住むボジという名前の野良犬は、電車やバスが大好きで、人々に混ざって公共交通機関で移動しています。ボジの姿はバス、地下鉄、電車、フェリーなど様々な場所で目撃されています。人々は冗談めかしてボジのことを、トルコで最も人気のある乗客と呼んでいます。ボジと偶然に同席した人々が撮った写真やビデオが SNS に投稿されると、あっという間に世界中に拡散され、瞬く間にボジはスーパースターになりました。イスタンブール市はボジに独自のインスタグラムページとツイッターページを作り管理しています。またボジにマイクロチップも装着させました。ちなみに、毎日の動きを観察すると、
驚いたことに、母子は1日30キロメートルもの距離を移動していることが分かりました。一定のお気に入りのルートもあり、トラムの1号線と地下鉄の2番線をよく使っています。母子はとても賢く、礼儀正しいことでも人々を驚かせています。例えば電車ではまず車両から降りるお客さんを通してから車両に乗り込みます。地下鉄に乗るときには恐れることなくエスカレーターやエレベーターを使います。フェリーでは暖かい時期にはテラスに出て景色を楽しみ、寒い時や雨が降っている時には船室内に入ります。イスタンブールを訪れる観光客は滞在中に一度でも母子に出会えることを期待し、そこに住む人々は通勤や通学時に母子と出会えるのを楽しみにしています。母子に会えたらその一日は素晴らしい気分で過ごせることが確実です。皆さんも一度この馬の姿を見たら絶対に忘れることも他の馬と混同することもないでしょう。ダヴィンチという名前の茶色の子馬には別の馬がついています。とは言っても奇形などではありません。横から見ると珍しい模様が見え、まるでそれが馬の形のようではありませんか。この子馬はイギリスのノースヨークシャーにあるフライングホール乗馬学校で生まれました。飼い主のウェンディ・バルマーさんは話します。初めてダヴィンチの姿を見たとき、一瞬目の錯覚だと思ってしまいました。でも本当にこの子馬の側面には白い馬の影がついていたのです。クリケの馬には模様があることは珍しくありませんが、こんな風に馬そっくりなんて聞いたことがありません。予期せぬダヴィンチの誕生には私も最初は戸惑いました。でもダヴィンチはとてもフレンドリーで優しい馬です。子供たちにもよく懐き、今では生まれてきてくれたことをとても嬉しく思っています。さて今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してぜひシェアしてください。ではまたお会いしましょう。